と、まあ、JICA の青年海外協力隊が50周年を迎えるということで、まあ、僕自身が関わったのが、まあ、まだ3年ぐらいですかね。初めて行ったのがマラウイというアフリカの国に行って、協力隊の皆さんの視察に行ったと。まだこう深い歴史まで全部が感じるまで自分自身ができてなかったんですけど、まあ、こう節目タイミングの中で自分ができる音楽でできることっていうのはどういうことかなというのを考えて、プレッシャーもあったんですけど、やっぱりこう全世界とか、 なんかこう大きくね見てしまうと本当に規模が大きくて敷居が高いなってイメージなんですけど、でも実際協力隊の人たちに会って話を聞いたり活動を見たりすると、本当に一人が一つ頑張っていこう、このこうでもみんなどんだけすごいこと頑張っていても心臓は一つだし、たくさんのこといろいろやっていこうっていう風な方たちのあんまし合わなくて、本当にこれをやってみたい、自分ができることを精一杯やろうっていう、そういう思いがこうつながっていって、そういう風にして思いを歌にして届けたんだ。歌も本当にね、いろんな人にいっぱい届く可能性も高いんですけど、僕らもその心臓一つで歌を歌いで声を大きくしてこう伝えていくっていう立場なので、その辺がこう重なったっていう感じで、タイトルも一人一人っていうタイトルにして、なんかこうみんなで歌ってもらえるような、みんなになんかこう生きてると嬉しいな、楽しいな、そういうふうに思ってもらえるような楽曲を目指しました。まあ、僕がそのご自身のイメージソング一人一つを作ろうと決めた時には、まあ、僕一人の力ではもう果たせないじゃないかなと。本当にたくさんのアーティストが素晴らしい心差しを持って歌い手を信じてくれて、大先輩もいましたし同年代もいたし、本当に自分に務まるのかなと、話がこう進めば進むほど話がすごく大きくなってるような気がして、僕自身が乗り越えられるかなと思ったんですけど、これも僕にこう与えられたものだなと思いながら楽しんで、一つ大事に録音をさせてもらったって感じなんですけど、まあ、想像を超える力がその曲には集まってきて、みんな本当に皆さん素晴らしい歌を録音していただいたな。あのミュージシャン以外の方もたくさんいますし、なんかこんだけあの、まあ、著名人と言われる方たちもこういう同じ意思を持ってあの一つのことができるんだよっていうことを、なんかみんなに聞いてもらいながら、まあ、音楽ってすごいなとか素敵やなって思えるようになればいいなと、そういう気持ちでやりきれて、今レコーディングが全て終わったんですけど、本当に、まあ、ホッとして、ぜひ少しでも多くの人に聴いてほしいなっていう、そういう思いでいっぱいです。あの僕の想像を本当に超えるようなたくさんの方たちが歌ってくれて、そこにはさらに想像を超えるようなパワーが、一曲にこんなに力があるんだなというようなものが出来上がったので、一度聴いてもらって、この部分誰が歌ってんやろ、これ誰やろとか、そういうふうに聞くのがきっかけでもいいので、聴いて自分にも絶対にできることがあるっていうのはね、大きい小さい関係なくて一歩踏み出せるようなものになってほしいなと、そういうふうな思いをみんなアーティストの方たちっていうのは思って歌を入れてくれたので、まあそれを受け取ってもらえたらなと、そして歌ってもらえたらなと思います。